CA ティグレ、クルブアトレティコティグレはアルゼンチンブエノスアイレス州ビクトリアのティグレ地区を本拠地とするサッカークラブであるスーペルリーガアルヘンティーナ一部に所属している1902年8月3日創設1911年シーズンには2部リーグに登録して公式大会に初参加した1912年には CA ベレス・サルスフィールドを4から2で破って2部リーグ優勝を果たし、プリメーラディビジオン、一部昇格を決めた。1931年には、リーガ・アルヘンティーナが設立され、ティグレは、加盟17クラブの一つとなった。同年5月31日、エスタディオ・ビエホがソメトロで行われた第一節の CA、CA3、ロレンソであるマグロ戦が、プロクラブとしての初試合となり、 第3節のラシンクラブ戦で初勝利を挙げた。14節のキルメス AC 戦ではベルナベ・フェレーラがデビューして4得点を挙げている。9月の3ンロレンソ戦は前半を終えてる絵から2トレッだったが、ベルナベが残り15分でハットトリックを達成して逆転勝利を飾った。ベルナベはラフィエラ、同盟というニックネームを与えられ、ティグレの伝説的な選手として語り継がれる存在と、 なった。ベルナベは13試合で19得点を挙げ、当時世界最高額の遺跡金3万5千ペソ、当時2万3千ポンドで CA リーベルプレートに遺跡した。1935年には、ビクトリア地区でスタジアム建設を開始したが、同年には、キルメスと揃ってセグンダでアセンソ、当時2部降格となった。翌年の1936年にプリメーラディビシオン。 復帰を果たし、また新スタジアムである、コロソで、ビクトリアのオープンを迎えた。1937年には、フアン・マルベッシが加入した。マルベッシ氏は1937年から1943年の間に173試合に出場して116得点を挙げ、現在でも、ティグレのクラブ最多得点者として、名を残している。 現在でも着用されている青色と赤色の横縞のユニフォームを初めて着用したのは1940年であるが、稀に襟部分のみ赤色が使用された青色のユニフォームや、青色と赤色の縦縞のユニフォーム、サンロレンソとに通ったデザインを着用するシーズンもある。1940年の CA ロサリオセントラル戦では過去最高の得点差を記録した。 1943年には、最重要選手のマルベッシがラシンクラブに移籍したことから、ティグレは不審に喘えぎ、再びセグンダでアセンソ交換となった。1945年シーズンには、セグンダでアセンソで28勝4分8敗の成績を残し、優勝してプリメイラディビシオン復帰を決めた。128得点を挙げ、1試合平均得点は3点を超えた。 1950年、クラブ史上3度目の降格を起死した。1953年シーズンは88得点44失点の好成績で優勝してプリメーラディビジオン、復帰を決めた。1956年には、アメリカ遠征を行って、クラブチームや代表チームと戦い、25試合で16勝4分3敗、87得点37失点の成績を残した。 最も大きな得点差がついた試合はハイチ、代表戦であり、またクラブキングストン、ジャマイカのクラブには7から1、カリボンチ選抜、コロンビアの地域選抜には6から0、デポルテストリマ、ペリューには4から1で勝利した。一部と二部を行き来する時代が続いた後、1970年には、プリメーらしいメトロポリターな三部降格となった。 1972年には全試合中21戦で無失点、906分連続無失点の記録を樹立してプリメーラ B に昇格した。1979年にも調子の良いシーズンを過ごし、フアンカルロス・ロレンソ SD の下でプリメーラ・イビシオン、復帰を果たした。このシーズンには、ラシンクラブ、サン・ロレンソ、CA ・インデペンディエンテなどプリメーラ・ディビシオンの 強豪数クラブよりも多くの観客を集めた。1980年シーズンは、ボカジュニアーズ戦やベレスサルスフィエリド戦に勝利したが、最下位でプリメーラ B 降格となった。1986年、アルゼンチンサッカーリーグの構成が抜本的に変更され、ティグレは新設されたプリメーラ B ナショナル、原理部に組み入れられた。その5年後には、プリメーラ B メトロポリターナ、 原産部に降格したが、フアン・カルロス・ケルレ監督が率いた1995年、アルヘンティーノでロサリオを破って、プリメーラビーナシオナル服を果たした。翌シーズンには再び、プリメーラビーメトロポリターナ降格となったが、1998年には、再びプリメーラビーナシオナルに昇格した。2003年には、リカルド・カルーソ・ロンバルディが監督に就任し、 プリメーラビーメトロポリカーナのアペルトゥーラ2004では、CA、プラテンセオニから0で破って、優勝を決めた。キーパーのクリスティアン・カンペストリーには、フェロカリル・オエステ戦で得点し、クラブ史上初めてリーグ戦で得点したキーパーとなった。クラウスーラ2005では、無敗優勝し、プリメーラビーナショナルへの自動昇格を決めた。獲得可能な価値点120のうち93。 77.50%を獲得し、アルゼンチンサッカーリーグの新記録と、各国プロリー史上、第2位の記録、1位は、イングランドのマンチェスターユナイテッド FC を達成した。アペルトゥーラ2005は3位という好成績を挙げた。2005年末、ロンバルディ監督が AA アルフェンティノスジュニアーズの監督に就任し、公認にはプリメーラディビション初挑戦のディエゴカニャ。 監督が就任した。クラウスーラ2006では13戦連続無敗を続け、クラウスーラ2007終了後には、CA ヌエ・ワチカゴと昇降格プレイオフを行った。2試合合計3から1、1から0と2から1で勝利し、27年ぶりのプリメーラ・ディビシオン昇格を決めた。セカンドレグの試合中には、ヌエ・バチカゴの数百人のサポーターが、ピッチに乱入し、選手たちのユニフォームを、 無理やり脱がしたほか、プリメーラディビシオン復帰を穏やかに祝っていた、ティグレサポーターを攻撃した。この暴力事件は、スタジアム外でも続き、両クラブのフーリガンの衝突の際にティグレサポーターの、一人が殺害された。この時期の主力選手には、キーパーのダニエル・イズラス、アレクシス・フェレーロ、ディエゴ・カスターニョ、レアンドロ・ラサーロなどがいる。 ティグレはプリメーラディビシオンに昇格して2007から08シーズンを迎えた。アペルトゥーラ2007ではリーベル戦、ラシンクラブ戦ボカ戦で勝利を挙げるなどの快進撃を見せ、CA、ラヌースに次ぐに、クラブ史上最高位でシーズンを終えた。アペルトゥーラ2008でもクラブ史上有数のシーズンを送った。ボカリーベルインデペンディエンテサンロレンソと、 ビッグ5のうち4クラブから勝利を挙げ、さらに前年度覇者のラヌースにも勝利した。ボカ、サンドレンソ、ティグレの3クラブが同価地点で並んだため、3クラブによる優勝決定戦が行われた。ティグレはボカを1の0で破ったが、得失点差によりボカの優勝が決まった。2009年にはコパスダメリカアナに出場し、クラブ史上初の欧州カップ戦出場を果たした。 一回戦は、サンロレンソとの同国対決となり、2試合合計、3から3となったが、アウェイゴールルールで敗退が決まった。2012年には再びコパスダメリカアナに出場。2回戦のアルヘンティノス戦に2試合合計6から2で、対勝すると、初の海外クラブとの対戦となった決勝トーナメント1回戦では、ルドジューキとエクアドル、準々決勝では、 セロポルテーニョ、パラグアイオ、準決勝では、ミジョナリオス FC、コロンビアを破り、クラブ史上初の南米カップ戦決勝進出を決めた。ティグレのホームスタジアムである、コローソデビクトリアは、約2万6千人収容であり、南米サッカー連盟の主催大会決勝開催基準、スタジアムの最低収容人数は4万人を満たしていなかったため、ファーストレグは、 ボカのホームスタジアムであるブエノスアイレスのラボンボネーラで行われた。この試合はスコアレスドローに終わったが、ルイス・ファビアーノ、サンパウロとアレフンドロ・ドナーティ、ティグレにレッドカードが出る荒れた試合となった。また試合前にはティグレのスタッフがサンパウロの選手にピッチでの練習を認めないという混乱があった。セカンドレグはサンパウロのエスタジオ・ド・モルンビーで行われた。試合前、 スタジアムの警備員は、ティグレの選手を控室に閉じ込めようとしたが、ティグレの選手は警備の目をすり抜けて、ピッチに繰り出した。サンパウロが2点を先行して迎えた37分、ティグレのルーカス・オルバンが、サンパウロのルーカス・モウラに肘打ちを浴びせたため、前半終了間際に乱闘が起こり、パウロ・ミランダ、サンパウロとアンヘルガストン・ディアス、ティグレが退場となった。前半終了後に、 両クラブの選手は控室に戻ったが、ハーフタイムに警備面での問題があったとして、ティグレは後半を戦うことを拒否。前半を2から0で終え、2試合合計でも2から0としていたサンパウロの優勝が決まった。ティグレの選手や警備担当者によると、ティグレの控室に武装した警備員が乱入し、暴行や脅迫を受けたという。ティグレは様々なニックネームを持ち、 その由来にも諸説ある。一番有名なニックネームは、エルマタドール、エルマタドール、闘牛士である。これは本来 CA さん、ロレンソであるマグロのニックネームであり、サンロレンソが1968年シーズンに優勝した際にラスマタドロス、ロスマタドーレス、闘牛士たちと称えられたのがきっかけだが、同じ赤色と青色のユニフォームを着用するティグレにも、ニックネームが流用され、 エルマタドールと呼ばれるようになった。ティグレの最大のライバルは CA プラテンセである。ティグレとプラテンセは共にブエノスアイレス州北部に本拠地を置いており、この対戦はクラシコデラゾナノルテ、北地区のダービーと呼ばれている。その他のライバルには CA チャカリタジュニアーズ、キルメス AC がある。チームカラーの赤色と青色は スイスのティチーノ州の旗に由来する、ティチーノ州出身のアドルゴレベルという男が、ティグレのメンバーに、ティチーノ州旗と同じ配色のデザインのユニフォームを寄付したことにより、チームカラーが赤色と青色になった。初のユニフォームは、青色と白色であり、フービントド・デルティーグラというクラブ名が、胸部分に記されていた。1911年から1919 19年には、 青色と赤色の縦縞のユニフォームを着用した。1945年にも同様のデザインを採用し、プリメーラ B で優勝してプリメーラディビシオン昇格を果たした。1960年代初頭には青色と赤色の横縞のユニフォームを着用した。現在のデザインは青色を基調とし、胸部分に赤色の太い横線が入ったデザインである。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。